い、ありがとうございます。その次に歌ったサンシャインサーファーという曲、この曲は同じく1980年にデビューした、あの私が大好きな甲斐千恵美さんっていうアルバム曲なんですけど、さすがにねこれはねなかなかみんな知らないと思うんですよね。サンシャインサーファー、千恵美さんのね曲はすごくキラキラしてて、なんかフレッシュだな、なんかアイドルだなって曲が多くて、まあ、そういうところがすごく個人的に好きなんですけど、アルバム曲もね結構充実してるんですよ。あのこのサンシャインサーファーって曲とか他にも好きな曲があって、甲斐千恵美さんサンシャインサーファー、この2曲なんかはもうカラオケ音源がねやっぱさすがになくてですね、だからいつもお願いしてる人にカラオケ音源を作ってもらって、もう雪うさぎ楽団専用のねあの音源なんですけれども、サンシャインサーファーの場合はアルバム曲だからね振り付けとかもあるかどうかちょっと分かんなくて、なのでちょっと自分で振り付けを考えてつけて歌ったっていう感じになります。一回だけねライブで歌ったことあるかなと思うんですけれども、あの他にもねあの懐かしのアイドルさんの曲、特にあんまりなんて言うんだろ こう人に知られていないような曲をどんどん歌っていきたいなと思ってて、その曲が好きかどうかとかが私はすごく重要なので、自分が好きな曲、素敵だなって思う曲をもっといろんな人に知ってもらえたらいいかなと思ってます。